ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、みなさん、こんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストの時間です。どうですか、みなさん、元気にしていましたか。えっ、ー、と、今日はですね。ええー、二千二十一年の八月二日に。このポッドキャストを撮っています。ちょうどね。今。 オリンピックの試合を見てたんですよ日本対ブラジルのバレーボールの試合を見てたんですよ。いやー見たいね。実はまだ途中で全部見れてないんですよ。見たいねー全部見たいねー。でもね夜にポッドキャストを撮らないと昼間はその家の前の道にバスが通るのでもうねうるさくてポッドキャスト撮れないんですよ。 なので、まあ、今日この夜の時間をバレーボールを見たい気持ちを抑えて撮っています。はい。さあそんな感じでね、えー、と今日のポッドキャストを始めていきたいと思うんですが、えー、今日のテーマですね今日のテーマは「悠々日本語ポッドキャストライブ」について話そうかなと思います。えっ、ー、とねこのねライブなんですけど皆さん知ってるかな一応私は えー、YouTube のチャンネルを2つ持っていて1つは「ゆうゆう日本語」っていうメインのチャンネルこのチャンネルでは、えー、日本語のクラスとか、えー、料理の作り方とかあとは、まあ、日本文化についてのビデオをいっぱいアップロードしていますでもう1つの、えー、チャンネルが「ゆうゆうの日本語ポッドキャスト」っていうチャンネルで 一応このスポーティファイで上がっているポッドキャストを文字で見ながら聞けるっていうサイトもんチャンネルも一つ持っていますで実はその悠々日本語ポッドキャストのチャンネルで最近ね新しく始めたっていうか先週から、えー、ライブを始めたんですよ YouTube ライブを使って まあ皆さんとお話しするっていう、まあ、YouTube ライブですよねを始めたんですけど、まあ、今日はねその YouTube ライブをどうして始めたのかっていう話をしていきたいなと思います。それではよろししくお願いしますユユの 日本語ポッドキャストはいえー、と今回のねこの YouTube ライブのお話なんですがえっ、ー、とね先週の火曜日からスタートして、えー、まあ木曜日にはかなり形になって、まあ、これから毎週木曜日の日本時間の夜10時から始めようかなと思っています。でライブ自体はまあ1時間くらいを 考えていますもうね2回やったんですけど前回は本当に世界中いろんなところから聞きに来てくれてみんなどこの町に住んでるのとか、ね、みんな何食べたのとかあとはまあ皆さんのコメントを読んだりしてほ、まあ、本当にね幸せな1時間を過ごすことができたのでまあねこの YouTube のポッドキャストライブ もうこれからどんどん力を入れていきたいなと思います。はい、で、まあ、今日はねメインになるのはこのどうして私がこのポッドキャストチャンネルを始めたのかっていうのとどうしてライブを始めたのかっていうのを話したいなと思います。あのねこのライブを始めたんじゃないチャンネルを始めたのは実はもちろんね皆さんの日本語の勉強のためっていうのが一つと あとは自分の夢のの夢ためっていうのがあります実はこのポッドキャストの目標が2つあって1つは世界の人が集まる上級の日本語クラスをやってみたいっていうのが1つですえっと僕は10年くらい前から日本語を教えていてでそのうち9年はメキシコで教えているんですねなので クラスはずっとメキシコ人だけで今そのオンラインで悠々日本語のクラスを始めたので2年前からスペイン語を話すことができる世界の人に日本語を教えていますただできれば本当にアジアの人とかあとはアフリカの人とかヨーロッパの人ともクラスで出会いたいなって思うんですよ やっぱりねその日本語のクラスをしていると本当にいろんな人と出会えてその人その人からいろんなことが勉強できるんですよ。でそれが日本語のね日本語教師の一つの面白さでやっぱりね世界の人の違う文化を教えてもらいたいなっていう気持ちがあるからもう一個ね 日本語のオンラインクラスをもう少しこう前に進めたいなっていう気持ちがあるのが一つです。でもう一つなんですがこれはもう何回もねポッドキャストで話したことあると思うんですが僕の将来の夢子どもの時の夢が関係しています。で僕実は子どもの時にラジオの DJ になりたかったんですよね。 ただ皆さん知ってると思うんですがどうなのかな日本のラジオ番組の DJ って声が低い人とか声がかっこいい人ができるお仕事で僕は自分の声にすごくコンプレックスがあったんですよ。すごく声高いしなんか男の人の低くて安心する。 皆さん今日はどうでしたかみたいな声が出せないからすごく自分の声が嫌いで,でもやっぱり今になってやっぱラジオの DJ やってみたいもちろんラジオの会社で働くことは無理だけどこうやってポッドキャストを使えばラジオみたいなお話ラジオみたいな番組が自分で作れるかなと思って、えー、とこのチャンネルを始めました。 でまあ、今ねポッドキャスト自体はもうすぐで100回ですよね。で、えっと、この100回が過ぎたらねいよいよこれからこのラジオ番組を思い切って作っていきたいなと思ってるんですよ。でもちろんポッドキャストだとラジオ番組って難しいんですよねなんか皆さんのラジオ番組のイメージってどんなイメージかな なんか僕にとってのラジオ番組っていうのはみんなからコメントをもらってでみんなのコメントを読みながら私がコメントしてこうラみんなでラジオ番組を作っていくっていうのが僕にとってのラジオ番組でやっぱそれをスポーティファイでやるのは無理だけどでも YouTube ライブだったらそのライブでコメントがもらえるから。 できるるのかなっって思って思いるんですよで実際その2回お試しお試しっていうのはなんか試し <laughs> お試しでいいか <laughs> お試しでやってみたら本当にいろんな人がコメントをくれてあこれうまくオーガナイズできたら私のやりたいラジオ番組が作れるのかなって思いました。はいということでまあこれから その自分の作りたいラジオ番組に向けていろいろなものを作っていきたいなと思うんですが次のテーマはそのラジオ番組を作るために僕が今どんなことを勉強しているのかを皆さんに話したいと思います。はい の日本語ポッドキャストはいでは今からその勉強していることなんですが配信サイトインターネットの配信サイトっていうのを勉強していますあのゲームをねやる人は結構知っている人がいると思うんですが obs ストリームラボっていうアプリケーションです で、このアプリケーション何をするのかっていうと、そのアプリケーションに映っている画面を YouTube ライブに流すことができるんですね。なので、この間、デザインを作って、そのデザインに皆さんのコメントが出るような形。で、今後は、 なんかちょっとこうアニメーションこう見てて動かないのつまらないからなんか簡単なアニメーションをつけてでまあ出していこうかなと思っています。でどうしてこの普通のライブつまり顔の見れるライブじゃなくてこのデザインを見せるライブをやるかっていうとやっぱ一つはラジオのイメージ顔が見えない声で楽しむコンテンツを 作りたいいっていうのが1つでもう一つはできれば YouTube じゃない VTuber みたいに今自分が使っているそのアイコンを動かしたいなって思ってるんですよ。なのでその前回のコメントで「ゆゆ先生顔を出さないんですか?」っていうコメントをもらったんですけど 多分 YouTube ライブでは顔は顔出さなないかなって思いますそれはそのラジオっていう目じゃなくて耳で楽しいっていうコンテンツを大事にしたいから、うん、そうすると何だろうなこう参加している自分がもっとこう主役ってわかるかな主人公 例えばワンピースの主人公はルフィその主人公そうその主人公みたいにこうラジオに参加できるかなって思うんですよそれが多分ねラジオの楽しいところなんじゃないかなと思っていますはいなのでこの OBS っていうのを使っておストリームラボ OBS っていうアプリケーションを使ってあとは これからもっとそのデザインを良くしてあとはラジオ番組としてのなんかプログラムを作っってていいいきたいなと思っていますやっぱねラジオ番組だからオープニングがあってエンディングが <laughs> エンディング早いな <laughs> オープニングがあってオープニングトークがあってでそのリスナー その聞いてくれている人とのコミュニケーションができるようなそのコーナーがあってでエンディングがあってでそれプラスそのラジオ番組だからちょっと SE とか SE っていうのはその音を入れたり皆さんこんにちは。 おーい元気にしてるかみたいなみたいなそういうこう効果音を入れたりしてもっとね番組として作っていきたいなと思っていますはいで実は次のポッドキャストでどうしてこんなに私はラジオ番組をが作りあうまく言えてない <laughs> 噛んでしまった えっと、どうして私がこんなにラジオ番組を作りたいかっていうと私がね大学生の時に本当に大好きだったラジオ番組があるんですよ。なので、まあ、次回のポッドキャストではこの僕が大好きだったラジオ番組を皆さんに紹介してどういうチャンネル番組を 作っていきたいのかなっていうのを皆さんに教えられたらいいなと思いますはいということで今回は短いですがここまでですはいということでゆうゆう日本語では引き続きテーマの募集をしていますこんなテーマについて話してほしいということがありましたらぜひぜひ、えー、YouTube のねコメント欄に書いてくれると嬉しいですで実は毎日読んでいますよはい ということで皆さん、引き続き日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね。バイバイ。